あ、もうあと1分になりました。はい、これも青さのお腹衣装ですよね、きっと。はい、ねえ、なんかなんとなくこうそうですね、音楽がね、この UTMB のシリーズのレースで、はい、UTMB は、まあ、コンクエストパラダイス有名ですけどね、はい、他にも CCC の音楽と音をみんな変えてるわけですね、はい、OCC の音、はい、TDS の音というふうに、はい、それぞれ設定されていて、はい、これが流れるといよいよ、うん、この CCC が始まるんだなと、はい、少し、ね、テンションが高まってくる。そうですね、時間だと思います。やはり一番前にいる選手たちがトップアスリートと言われている、ね、はい、今回の優勝候補の選手たちですね、はいはい、この後どんな展開になるか、ね、はい、トップの選手の、ゴールタイム10時間30分というふうに見込まれてますので、はい、これから1日かけて、はい、そうですね、ちょうどあれですかね、あのUTMB のスタートの直後ぐらいに、そうですね、トップ選手たちが、はい、スタートして1時間半ぐらい経つとトップの選手のゴールをお伝えできると思います、はいはい、ラックスタートです。はい、1分になりました。みんなどんなことを思ってここに並んでるんでしょうかね。これから UTMB のツードモンブランのコースの、はい、イタリア側からスイス、はい、そしてフランスへと向かう101キロのコース、はい、練習は進むことになります。そうですね、まあ、この UTMB シリーズの中では UTMB 長いものとあの CCC というのが伝統的な最初からある2つのレースですよね。そうですね、はい、あの UTMB が最初あって、まあ、あ3年後ぐらいから ね CCC が始まりまして、うん、まあ、UTMB と CCC がこの UTMB の2つの看板として、はい、ね、この人気を、ね、こう高めてきた、はいはい、UTMB への入門としてこう取り組む人もいるでしょうし、そうですね、またこういう 100キロぐらいのね、100マイルよりはもう少し短い100キロぐらいの選手で、はい、競技に強い選手が集まるです。まもなくスタートです。はい、カウントダウン始まりました、はい、さあ行きました。 CCC が今イタリア語でのカウントダウンで、マイユールを午前9時にスタートいたしました、はい、1900人の選手がクールマイユールをスタートして、日本の方もたくさん出てらっしゃるんですね。そうですね、日本の方も、はい、もちろんこのレースもたくさん出てらっしゃいます、このまあ例えばですね、まあ、皆さん私ども、私の注目選手としてはこの UTMB の、もう顔と言ってもいい、はい、松永弘明さん、あ、松永さん、あの、はい、よく2009年からずっと出てらっしゃると思うんですけども、松永弘明さんもこの CCC を今年は走っていらっしゃいます、はいはい、スタートされました、はい、もう走ってますね。そうですね、今先頭中の選手、上位の方の選手をこう、はい、これはマウンテンバイクですかね、あの自転車あるいはランナー、ちょっとこれは走ってる映像なんですかね、うん、カメラの映像からご覧いただいております。この後コースはですね、このシャモニー、あ、この車輸入の、はい、街の中からですね、はい、山の中にトレイルに入っていきまして、はい、このテート・デ・ラ・トンシュというですね、はい、このところまで行くんですけど、このなんですか、こう
馬蹄形というんですか、はい、U 字型の、うん、こう稜線が、はい、あの車用路をこの谷からこう、はい、広がっていますので、そこをくるっと回って、はい、行くと、あ、それであのベルトーネ、リフージベルトーネ、はい、これ有名な、はい、あの山小屋ありますけど、 そこまで向かう、はい、ということになっております、はい、そうですね。そこであの UTMB の、ね、うん、コースとも合流するという、うん、そういったことで、あ、そうですね、リフュージ、ベルトーネまでは距離にして14キロとなっております。このベルトーネ、私もあのクールマイルから行ったことありますけれども、はい、割と大変なコースです。そうですね、下からね、直接上がるコースはかなり急で、ね、はい、かなり急です、はい、私も、はい、取材した時はこれ慌てて登るんですけど、本当にもう息が、うん、はい、もうぜいぜい切らせながらもう慌てて登ります。これは本当にクールマイユールの、街の、一番メインストリートになります。このリゾート地らしい、こういろんなブティックとか、そうですね、レストランが、まあ、シャモニーに比べるとやはりあのフランスよりもイタリアの方が、はい、こういうリゾートは高級的、うん、高級な感じがするんですね、うんうん、で高級ブティックがたくさんあります、うんうん、そうした中をスタートした CCC の選手、今年で14回目の開催だそうですね、はい、CCC は今回が14回目の開催となります、はい、